昔ね、時間が止まったことがある。時間が止まった時に出会った大切な人。ロスタイムってどうかな。この時間が止まる現象の名前。じゃあデートしようよ。デート。毎日1時間だけ僕たちは恋をする。だけどやっとわかった。時間が止まってる中でどうして自分たちだけ動けたのか。愛されながら、神様がおまけの時間をくれたんだと思う。きっと、もうすぐ私、俺が必ず助ける、約束するよ。初恋ロスタイム、最後の一秒まで一緒にいてほしい。